こんにちは、岩根です。今回はしのじさんのオリジナルキャラカニスちゃんを使ってジャンプして前転する動作をアニメ化する時のポイントを解説します。もちろんアニメに絶対の正解はありません。僕の解説もそれ違うよと指摘される方もいらっしゃるかもしれませんが、何かの参考になれば幸いです。このチャンネルではお絵描きやアニメ作りに役立つ情報を発信していきたいと思っています。興味を持っていただけたらチャンネル登録をお願いします。また必ず使うお約束はできませんし、使わせてもらっても出来上がった作品のデータをお渡しする以外のお礼はできませんが、配信で使用可能なオリジナルキャラをお持ちの方は Twitter の DM でご連絡ください。動画サイズは 1280×720 ですが、動きに合わせて随時サイズを変更予定です。こういうことが簡単にできるのがデジタルの優れたところです。静止した状態からスタートします。次に予備動作。ほとんどのアクションは予備動作から始まると言っても過言ではありません。上にジャンプするために体全体を下に移動させます。今回体の動きからワンテンポ遅れる腕の先も少し下に行っていますが、逆に手の先は上に行っても構わないと思います。ジャンプ。体全体がまっすぐに伸びるようにポーズをとります。今回地面を蹴る足先は空中にしていますが、地面につま先がついている絵でもいいと思います。この蹴っている絵が空中ポーズだと軽やかさを、地面につま先がついていると重量感を表現できるので、その時に応じた絵にしましょう。空中ポーズ。頭は一つ前の蹴り足ポーズより下にありますが、腰などは上にあります。運動の頂点、今回なら最も高い位置に到達するタイミングは頭、胴体、腰、足という感じで時間差がつきます。この時間差があることで動きに自然な滑らかさが表現されます。とは言っても全てのパーツの時間差を表現しようとすると動画が入る余地のない全原画になってしまうので、ほどほどにします。時間差とアニメの滑らかさについては、生き生きと柔らかいアニメーションを作るための大原則という動画で解説しています。この動画の説明欄にリンクがありますので、そちらもご覧ください。全体的な動きの方向が上向きから下向きに自然に変化する部分なので、ここはゆっくりした動きにします。今回は15コマです。慣性の法則で運動する物体は何かにぶつかったりしない限り急速に方向を変えることはありません。僕は今回のアクションではこの空中のためがポイントだと思っています。次の原画ポーズは手が着地した瞬間にするか、手で体重を支えるとこにするか悩むところですが、今回は動画を自分で描くということもありますし、上半身が一番下にあるという意味で体重を支えたポーズを原画にしましょう。本来下半身は上半身から遅れて下に向かう勢いがつくはずですが、上半身が地面に接していてこれ以上下に進めないので、その運動エネルギーは前方に向かいます。手が地面に固定されているので、そこを中心に腰が円を描いて一気に地面に向かいます。ここでは足は腰にくっついているだけです。
上半身から腰までが着地したので、今度は腰を中心にした円運動で足が地面に向かいます。ここでは足の角度を左右で意図的に変えています。実際の運動では揃っている方が自然かもしれませんが、シルエット的に2本の足が一つにまとまっているよりダイナミックな印象を与えられそうですし、急速な円運動を視聴者に印象付けるために擬似的な残像としても使えそうです。引き続き腰を中心にした円運動で上半身が起きます。カニスちゃんにはここから座ることを意識し始めてもらいます。足の裏を着地させるために膝を曲げ、そのあたりに視線を向けます。実際の映像でこの視線移動が認知できるかどうかはともかく、そういう意識を持って描くことは重要でもあり楽しいことじゃないかと思います。足の裏が着地しました。ここから足の裏を中心にした円運動に切り替わります。といってもここまででほとんどの運動エネルギーは消滅しているので、あとは止まるだけです。かろうじて前方へ向かおうとする上半身も膝まで使って下半身が固定されているので、これ以上前に進めず止まるために静止している腰の上に向かい始めます。腕はまだ前方に向かおうとしていますが、これも肩が止まることで静止して、今回の前転運動は全て終了です。原画だけで再生するとこんな感じです。当然カクカクした動きですが、必要最低限の流れはできていると思います。動画を入れていきます。基本的には原画の間に絵を入れていくだけですが、空中ポーズなど動きの方向が切り替わるところはそれぞれのパーツの時間差を意識して、原画を超える位置に動画を描くことができれば満点です。ただ実際の仕事として動画を描くときにそれらを考えて描くのは大変なので、原画と原画の間に確実に絵を入れて満点ではなく合格点を狙いに行くのも悪くないと思います。原画ポーズをどうしようかと悩んだ手をつくところですが、肘を曲げている絵の直前では完全に肘を伸ばしています。中途半端にせず、ここはピンと伸ばしておいた方が次の肘の曲がりで体重を表現できますし、空中から地面への急速な動きの軌跡の擬似的なお化け表現としても有効だと思います。動画が完成しました。動きに合わせてキャンバスを左に延長していったので、撮影時にカメラワークをつけてみました。背景がないのでいまいち伝わりづらいですが、なんとなくカメラを振っているイメージは伝わるかと思います。今後もいろいろなアニメの手法などを解説した動画を投稿したいと思っています。
次の動画でお会いしましょう。さようなら。